どうも皆さんこんばんは、漬物です。前回の動画初めての投稿にもかかわらずたくさんのコメントどうもありがとうございました。コメントでですね、デコルテに毛が生えてるよっていうご指摘があったので少し髪の毛を切りました。いかがでしょうか。ということでですね今回は私ですね、オセロニアガイドが全部終了したんですよ。そしたらですね、なんとコンプリート報酬が登場いたしまして、なんとこちらですね、ビギナーサポートパック、なんと神編、魔編、竜編のいずれかがもらえるということで、今回はですねそちらを選んでクラスマッチに挑戦していきたいと思います。ということで、まずこちら神編の中身から見ていきましょう。こちらパック内容なんですが、神の S ゴマ、アシュナリー、アギラ、そして A ゴマはホーリーアーチャー、シウンリー、オコン、オキクルミ、ウンディーネ、セレフォス、そして B ゴマがガラム、エンジェルナイトが含まれたパックです。まあこちらのアシュナリーとオキクルミはですね、神染めデッキなどの縛りなく使えるので、まあ、ダイヤモンドマスターの方も普通に使われているコマとなっていますね。そして続いて魔編見ていきましょう。こちら魔の S ゴマ、フルカス、ラドラ、そして A ゴマがハオトミ、テラーナイト、アクリオ、ネラ、フレームディビル、キューキー、そして B ゴマがボルメラ、ベリトとなっています。こちらもですね、 S ゴマがかなり強力なラインナップですね。フルカス、ラドラともに、まあ、長い期間ですね、もう現役で、まあもう最前線で、なんて言うんだろう、使えるね、コマとなっています。まあこのテラーライトとアクリオは、私、普通にガチャで引いちゃったんですけど、A ゴマでもですね、かなり優秀なマゴマとなっております。そしてボルメラはですね、まあ B の罠としては珍しく、ひっくり返したら発動して 90% の通常ダメージを返すことができるので、かなりね、まあこの読み合いと言いますか、重宝されるコマではありますね。あ、押しちゃった、危ねそして最後に竜ゴマですね。こちらはですね、 S ゴマがケルカナフ、エルザ、そして A ゴマがレジェ、ハイサラマンダー、ファウルーナ、ベノフバジリスク、ピュートン、サカ、 B ゴマがガノシギラ、イヌンダシオンとなっています。こちらもですね、かなり竜デッキでは重宝するコマ、中でもこのリーダーバフをかけてくれる竜の A ゴマ、レジェですね。こちらはね、竜パ使うならコストが低いうちは必ずゲットしておきたいコマですね。そしてベノムバジリスク、こちらはですね、毒ダメージを反転させるアンデッドといったスキルを持ってるんですけど、まあ、最強決戦などで毒を与えてくる、まあ、クエストなどではもう必須と言っていいほどのコマです。でも私ですね、こちらのレジェとベノムバジリスクはガチャで引いたので、まあこの3つの中からってなると、まあ神とまで私ね、かなり迷うんですが、このアッシュナリーレベルマックス、オキクルミレベルマックスはかなり魅力的で、しかもね、こちらのアギラですね、まあ一部の勢力により10日解放を強く望まれているようなので、もしかしたら今後投下する可能性もあるっていう期待値を込めてほしいっていうのもありますが、今ね、私結構デッキがマゴマに恵まれてるので、このままマデッキを強化したいということで、こちらフルカズラドラのパックを選択したいと思います。はい、わー、ガイドクリアおめでとう。すべてのオセロニアガイドをクリアしました。これであなたも一人前のオセロニアンです。あー、嬉しいですね。はい、ということで私の今のランクはゴールド3ですね。今日の補正がですね、四つ角が回復マスで竜の HP とアタックが上がっているといった、ちょっとね、マデッキからしてみると苦手な盤面ではあるんですが、こちらのデッキを組みました。フルカスをリーダーとしたマゴマ多めのマデッキとなっています。まあね、竜の補正が上がっているということで、一応アルンですとかレーファですとか、こちら誘白コラボのチューも入れております。それでやっていきましょう。さあ、相手はララノアリーダーですね。 HP 高めなので、竜ゴマはあんまり入ってなさそうですね。ここは初手にフルカス出していきましょう。相手の HP が高いのでだいぶ優位に立ち回れますね。
まあ相手が神デッキであるとしたら、まあ連れてきているシールド、ハーピストエンジェルなどをうまく使ってダメージをカットしていきたいですね。さあこちらはヤマトタケルはコンボが結構厄介なんですが、うん、ここはもう神出しちゃっていいですかね。まあ、この後の立ち回りなんですけど、まあ、通常ランクの高い人は2枚返しでフル加速を消してくるんですが、こちら、そうですね、この罠を消して1枚返しで変に罠を置くっていう立ち回りよく見れますが、これ私引き強いですね。あれは神である可能性が大変高いのですが、もうここアズリエルを変に置いていきたいと思います。まあこのクラス帯でもらえる罠がですね、カミュとピリキナータレベルマックスなので、まあ A の罠が出てきたらそのどちらかと考えていいんじゃないかなって思うんですが、さあここではですね、まあそうですね、これヘカのコンボは怖くないのでボルメラーを置きます。さあこの状況ですね、相手はこれがボルメラーかベリとかわからない、つまりひっくり返せばいいのかひっくり返したらダメなのかわからないといった状況になっていますね。さあこれは変に置きたい駒、しかしこの駒ですね、かなりあのコンボがですね強いので、しかもスキルマなのでね、これは早く始末しちゃいましょう、怖いですからね。さあ神染めではなさそうなんですけど、どうでしょう、竜ゴマは入ってなさそうなので貫通来ないかなって感じ。そうですね、これでボリューメラーで帰ります。そしてアズリエルとフルカスのダブルコンボがつながるので、これはあるんでフィニッシュしていきましょう。はい、ありがとうございました。あ、ごめんなさい、ちょっとありがとうございましたスタンプが用意できていないんです、ごめんなさい。ナイスバトル。さあということで、相手はランドタイランドリーダー、 HP が低め、これは竜デッキと見ていいでしょう。神と神を奏でさせよう。そうですね、まあこれは X 打ちに移行されたとしても、まあ2ターン耐えられれば私はファーストとアルンのコンボを通すことができますね。さあどういう打ち方をしてくるでしょうか。お、X 打ちをやめたようですね。イヌンナシオンが出てくる、もしかしたら竜パックを買っている可能性が非常に高いですね。ということはエルザとあと何だったっけ、貫通だ、ちょっと名前が出てきませんね、が出てくる可能性がありますね。僕が全てを見通すよ。結構神とかも刺さりそうなんで後半置いていきたいですね。さあここで相手が2枚返しをしてきたら、私はフルカスのコンボを生かして相手の HP を1100吸収することができます。できますね。さあそして私は神リーダーではないので、アルンのコンボはあまり怖くない状況ですね。これはフルカスのコンボを使っていきましょう。さあそろそろ断面上に神を設置していきたいですね。なるほど、召喚ハインリーネですね。さあここは一回神を置いて、バレバレだね、貫通が出てこないことをお祈り案件なんですが、まあこのターン相手は1枚返ししかできないかな。はい、あるある。お、そしてラドラが引けましたね。ではここは吸収で追い打ちをかけていきましょう。本当にスキルまでもらえるっていうのがありがたいですね。さすがにこのターンで1万3000を飛ばせるキャラクターは存在しないと思うので、そうですね、このターン私はフィニッシュすることができます。ラドラのコンボもなかなか序盤に強いので、序盤にねコンボを組んであげてもいいのかもしれないですね。
ありがとうございました。はい、ということで今回はビギナーパックでゲットしたフルカスとラララを編成したマデッキでバトルしていきました。多分このマデッキですね、かなり優秀だとは思うので、まあ、プラチナぐらいまではこのエースゴマの編成で戦っていけるかなとは思います。今後も頑張っていきたいと思います。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。